こんにちは。こんにちは。大丈夫でした。はい、なんとか。大島。あ、多分漏れちゃうね。こんにちは。後回しで大丈夫です。怖い。今日はですね、YouTube よ。YouTube。あ、今日はですね、うん、お客さんがうちで建てたいということでお話がありましたので、うん、今日はパートナー申し込みをいただく予定です。あ、そういう意思表示をもらったので、あ、なるほどね。書面で、うん、あとお金ですね。はい、やらしいね。一番大事だね。はい。これお金っていうのは、うん、信用を数字に置き換えた紙です。はい、お金っていうのは信用の塊です。それも信用をいただく、信用を今日はいただく会会になります。OK。からはあれですよね、うん、お仕事です。あ、今までは、はい、今までお仕事っていうかお手伝いしてました。受けていただくというか、まだまだでもパートナーの段階ではお手伝いだね。まだね、まだお手伝いでした。まだお手伝い、はいはい、まだお手伝いです。ちょっと20万円いただくんですけど、うん、これをもらったらすぐ夜焼肉に行きます。いや、焼肉焼肉代、はい、で、半分使います。いやいや、聞いてやろ。みんな黙ってもらって。すいません。はい。パートナーの方、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。いいの？特にない。そんな変なこと書いてないから。はい、書いておりません。じゃあ、現場のちょうだいって言うか。すいません、お金ください。すいません。いただきます。ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。これからちょっと説明をしていきます。はい。 On this cold December day We are on our merry way Riding along 自分は家は薪ストーブと片湯しかこだわりがなかったんですけど、全部却下されたんで、あと一回だけじゃなくて何回か言ってみたけど、悲しい現実が。食べたい人。今何パーセント？建てるまで全体全体も、うん、今1%終わりました。ありがとうございます。どうですか？残り 99% 頑張ります。じゃあ次は、次はまだ打ち合わせ仕様ですね。仕様の提案になります。仕様の提案、ちょっと奥さんですね、これ勝ち取ったんで、ちょっとコメントを、このやつしようかなって言いますけど、奥さん、これがいいなって旦那さんに言われてて、うん、あれこれ、はい、これだったんですよね、これに
これになったんですよね、はい、どうですか、感想のほど感想、はい、とっても嬉しいです苦い、旦那さんは苦い顔です素晴らしい、素晴らしい、素晴らしいです、いい旦那さんです、ね、誕生日プレゼントなくなるみたいですけど聞こえなかったみたいですね で、娘さんはもう帰りたい、はいはい、もう帰りたい、はいはい、うん、On this cold December day